皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はトレーニングの解説動画ということで、ケーブルを使ったケーブルカールをご紹介していきます。このケーブルカールですね、アタッチメントとかですね、ちょっとフォームを変えることで鍛える筋肉、刺激変えることができますので、そのバリエーションもご紹介しつつですね、紹介していければなと思います。まあ一番一般的なやり方なんですけども、ケーブルの下のところにこのストレートバーのアタッチメントをつけていただいて、まっすぐ立ちます。まあ足幅は腰幅ぐらいにしていただいて、若干つま先重心にしていただいて、肘は体の真横からちょっと前ぐらいで固定をしたままグッと上げ切って下ろす、上げ切って下ろす、しっかりここでギューッと二頭筋が収縮するのを感じてから下ろすという感じですね。手首がこうグッと巻き込みすぎたりとかですね、逆にこう折れ曲がったりしないように、しっかり手首はまっすぐ保ったまま曲げて下ろして、で肘がこうグッとね動いたりしないように、肘は固定したまま動かすようにしてみてください。でこのケーブルカールのバリエーション2つ目は、このロープを使ったやり方です。ロープを使ってやっていただくと、上腕筋といって、ここ前腕のこの辺からこの辺にかけての筋肉、ここの筋肉ですね、重点的に鍛えることができますので、よりこう横から見た時の腕の迫力なんかを出すことができるというのと、この上腕二頭筋を下からグッと押し上げてくれるので、よりこう効率よく腕を太くしていくことができます。ロープをこういうふうに持っていただいて、グッと曲げ切って下ろす、上げ切って下ろす、これはですね、通常のケーブルカールに比べて若干ですね、肘は引き気味にしてください。体の方は真横かちょっと引くぐらいな感じで、グッととにかくもう肘を曲げて下ろす、曲げて下ろす、曲げて下ろす、やっていただくと、この上腕筋の筋肉鍛えることができます。ではバリエーションの3つ目なんですけども、このハンドル、 D ハンドルと言いますけども、このハンドルを使っていただいて、ケーブルが下すぎる場合はこう膝立ちでも構いません。これでピンとこう腕を発達してから曲げて下ろして、曲げて下ろしというふうにやっていきます。こういう形ですね。でこうするとしっかりピンと伸ばしきった姿勢で強烈な負荷がかかりますので、強い負荷を二頭筋にかけることができます。最初はですね、ストレートバーを使ったケーブルカールとは違った刺激が入りますので試してみてください。ただですね、こちらの D ハンドルを使ったこうストレッチを効かせるやり方ですと、肘とかですね、肩にかかる負担がすごい大きいので怪我のリスクが高くなってしまいます。なのでこう肘とか肩に不安のある方は、本当にもうこんな重量でいいのかっていうぐらい軽い重量からちょっとずつ様子を見ながらやるようにしてみてください。今回はケーブルを使ったケーブルカールのやり方3つですね、ご紹介させていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。